日本共産党の岩渕智です、えー、と今日は午後からあのこの委員会としてあの、日本原子力発電が保有をする東海第二原発の視察に行くことになっています。この日本原電ですけれども、あの大手電力会社が出資をするあの原発専業の卸電力会社で、東海第二原発が発電をした電気を東京電力と東北電力が、そして敦賀原発2号機が発電した電気を、 関西電力、中部電力、北陸電力が買うという契約になっています。でところがですね、この東海第二原発は、2011年の3月11日からもう12年2か月経ってますよね、そして、敦、え、賀、ー、2号機は2011年5月7日から12年、停止をそれぞれしているわけですね、でどちらももう12年以上、一切発電をしていないということなんですよ。 この発電をしていない機関も、日本原電と電力需給の契約をしている大手電力5社ですよね、は契約に基づいて、基本料金の支払い、これを行っています。そこで伺うんですけれども、2011年度から2022年度に支払った総額と、電力会社ごと、個、まあ、社ごとですよね、の支払い総額は、あのそれぞれいくらになっているでしょうか。 松山電力ガス事業部長。 答え申し上げます。あの日本原電は保有するすべての原子力発電所が停止した状態であるわけでございますが、まあ同社では現在、東海第二発電所および敦賀発電所二号機の再稼働に向けて、原子力規制委員会による適合性審査を進めているところでございます。でそこで必要となります、発電所の安全を維持するために必要な費用の分につきましては、電力会社との契約に結びついて収入として得ているところでございますけれども、え今、ご質問頂戴しました、2011年度から2021年度までの 11年間の総額といたしましまて、えー、約1兆2700億円、えー、これはあの日本原電が有価証券報告書において公表している数字でございますけれども、えー、収入を得ているところでございます。各社ごとの内訳につきましては、公表されている範囲でお答ええー、申し上げますけれども、えー、東北電力が2018年度までで約800億円、えー、東京電力が2019年度までで約4100億円、 中部電力が2019年度までで約2100億円、北陸電力が2019年度までで約1500億円、そして関西電力が2019年度までで約2300億円支払っているものと承知してございます。岩口智君、はい あの今、答弁にあったように、まあ、あの私は2022年度というふうに聞いたんですけど、まあ、2021年度までしかとりあえず出てないということなのであの、2011年度から2021年度までの総額っていうことでいえば、まあ、1兆2000億円を超える額になっているわけですよね、この総額で。で、日本原電が、まあ、一切発電もしていないのに、この1兆2000億円を超える収入を得てるんだっていうことになるわけですよ。でこの2019年度まで見ると あのまでで見ると、東京電力が支払っている基本料金は全体の約42%占めているんですね。で東京電力は、あの日本原電に2023年から25年までに支払う金額、これを年間いくらというふうに見込んでいるでしょうか東京電力ホールディングスの山口参考人。東京電力ホールディングスの山口でございます。 福島第一原子力発電所事故から12年が経過してございますけれども、今もなお、あの福島の地元の皆様、あの広く社会の皆様に、えー、ご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを改めてお詫びを申し上げます。お答えいたします。えー、現在の,あの規制料金の補正認可申請におきまして、日本原電、東海第二原子力発電所等を安全に維持管理する費用等として、年間550億円を原価算入させていただいてございます以上でございます。 今、答弁あったとおり、あの年間550億円あの支払っていく見込みだということなわけですよね、でこれ、東海第二原発は、2022年12月にあの完了予定としていた安全対策工事について、24年の9月までに延期をするというふうにしています。 でまあ、結局は発電していない原発に、これまでもあの支払いをしてきたし、まあ、今後も毎年550億円もの支払い続けるっていうことなんですよ、でこの東京電力をめぐって、お、えー、とといの委員会の中で、西村大臣にです、ね、国はあの原発事故の魔法的責任を認めるべきだっていうふうに求めたことに対して、大臣が。 あの被害者の方々に対する賠償が迅速かつ適切に行われるように、まあ、責任を持って対応していきたいというふうに答弁をしたんです、でも、この被害者への損害賠償っていうのは、これ、東京電力は迅速にも適切にも行ってないんですよで、しかもですね、東京電力はこの福島第一原発事故の損害賠償に充てる特別負担金、この支払いを2022年度は免除されました。 で資料をご覧いただきたいんですけれども、あの東京電力が支払うべきあの賠償金はあの、この資料を見ていただければ分かるように、まあ、政府が出資をする原子力損害賠償廃炉等支援機構、ここがですね、まず肩代わりをして、で東京電力が機構に返済をするっていう仕組みになっているわけですよねで。この返済するのが特別負担金ということになるんですけれども。 これは税金なわけですよで東京電力の支払いが遅れれば、利息が増えていくし、それが国民の皆さんの負担増になるってこと、負担増につながるっていうことなんですよね、そこで大臣に伺うんですけれども、この、えー、と免除された額っていうのがいくらになるのかということ、そしてなぜ免除をされたのか、その理由についてお答えください西村経済産業大臣。 あのまずあの原子力損害賠償法の規定に基づいてですね、えー、事業万が一事故が発生した場合には事業者に責任を集中し無限責任を負わせることとしているわけでありますその上で、えー、必要な賠償力賠償し資力の確保を行って、えー、繰り返しありますが迅速かつ適切な被災者救済を行われるように。 現場原制度を適切に運用することで、国全体として責任を持って対応していくということでございます。そしてご指摘の点でありますが、この第1原発事故に伴う被災者の賠償費用を賄うためにです、ね、すべての原子力事業者は一般負担金を原則機構に対して納付しており、東京電力はそれに加えて特別負担金を納付していると。 いうことでありますそしてこれらの金額は毎年度、えー、現場機構の運営委員会において、現職事業者、各事業者の収支状況などを踏まえて決定をしているところであります。2022年度分としては、東京電力が支払う金額は、一般負担金は676億円でありますけれども、特別負担金は、えー、今回ゼロということであります。これは特別負担金の金額については、現場機構法上、法律上ですね、 収支の状況に照らして、経理的基礎を既存しない範囲ででき,るだけのできるだけ高額の負担をするものと定められておりますので、この規定に基づいて、東京電力の収支が大幅な価値が見込まれていたことを踏まえたものと承知をしております。あのこのように、特別負担金は毎年度決定するものでありますので、過去には1100億円負担、回収をしていた実績もあります。 東京電力には福島への責任を貫徹してもらうと、そのために、えー、非論続連続的な経営改革も含めてです、ね、進めてもらい、十分な利益を年出することで、引き続きです、ね、賠償、廃炉に必要な資金の安定的な年出に努めてもらいたいというふうに考えております岩渕とも君。 まあ今年度も550億円支払うってことを見込んでるわけですよね、でこれ、そんなことしてる場合じゃないっていうことだと思うんですよ、それで東京電力に聞きますけれども、この日本原電にですね、基本料金を支払うのをやめるべきではないでしょうか山口参考人。お答えいたします。 当社はの福島の責任を全うするとともに、まあ、低廉で安定的かつ CO2 の排出が少ない電気をお客様にお届けするという2つの責務があるというふうに考えてございます。その中で原子力発電は純国産エネルギー源として優れた安定供給性を有するベースロード電源であり、加えて発電時に CO2 を排出しないことから、カーボンニュートラル社会の実現に向けて必要な電源と考えてございます。そのののののため電電電源の調達先として日本原電の東海第二発電所からの受電を 期待しているというところでございます。以上でございます。岩渕智子君、あの福島の責任ということを口にしながらね。原子力使い続けようっていうのはね。これ、あの福島の皆さん聞いたら怒りますよ。そして、低廉な電気を提供するって言うけれども、発電もしていないところに基本料金払ってるわけじゃないですか？そのことが電気料金上げることにもつながるわけじゃないですか？で、この事故の直後あの資料を見ていただければあれですけど、わかるんですけれども、あの事故の直後。 もう特別負担金ゼロになってるわけですよね。でもこの事故直後っていうことと、今とは状況全然違うわけですよ。で発電もしていない日本原電に、多額の基本料金を払ってるとで。しかもですね、東京電力に対して、これだけじゃなくて、東京電力に対して、三井住友銀行やみずほ銀行などが、4000億円もの緊急融資、これ行ったばっかりなんですよね。で、その一方で、東京電力は、 まあ特別負担金ですよね、この原発事故の賠償金の返済も行わないと、でさらにおととい16日ですけれども、6月からの電気料金の値上げ、これを政府が了承をするということになりました、で東電にもう一回聞きますけれども、こんな状況の下で、この電気料金値上げをする、こういうことを消費者がね、理解すると、消費者の理解を得られるというふうに考えますか。 山口参考人はいい答えいたします、えー、料金の値上げに関しましては、あの本意ではあのございませんけれども、電気の安定供給を、まあ、果たすということにあの、まあ、万全を尽くすためにはです、ね、われわれの、まあ、財務基盤というものもあの一定程度必要だというところで、えー、料金の見直しをこうお願いをさせていただいているところでございます。以上でございいまますす岩渕智君あの大臣に伺いますけれども これ、東京電力に対してね、稼働してない原発に基本料金を支払い続けるっていうことを見直しさせるべきじゃないですか西村経済産業大臣、えー、今回の電気料金の改定申請につきましては、えー、電力・ガス取引監視等委員会の有識者会議におきまして、中立的、客観的かつ専門的な観点から、 厳格かつ丁寧に審査が行われました、また消費者庁との協議を経て、査定方針を取りまとめたところであります。その査定方針におきましてですね、東京電力エナジーパートナーにおける日本原子力発電からの購入電力量、ご指摘のこの点につきましては、えー、次のように査定方針にされております。えー、すなわち、契約の相手方との共同開発と認められ、人件費、修繕費や、 原価焼却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様負担する義務があると査定方針でされたところであります。えー、契約書原本等を確認した結果、原価に参入することを認めることが適当とされたところであります。 これは過去の料金改定における査定方針と同じものであります。まあ、いずれにしましても、査定方針を踏まえた料金改定につきましてはです、ね、消費者の皆さんの理解をいただく、理解を得るためにです、ね、分かりやすく丁寧な情報提供、説明、引き続き行ってまいりたいというふうに考えております岩渕、はい、大臣、今、理解を得るためっていうふうにおっしゃいましたけれども、これ、見直しを、ね、求めることもしないで、電気料金値上げするっていうことが、国民の理解、得られるっていうふうにお考えですか。 西村大臣査定方針におきましてはです、ね、今申し上げたように、原価に参入することを認めることが適当とした上えで、東京電力 EP にはですね、契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、また、季節分の原価償却費や固定資産税などといった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費などについて、東京電力 EP 自身によ,りよる 効率化努力分と比較し、すでに織り込まれている効率化努力分では足らざる部分について、えー、料金原価から減額することとなどとされておりますので、まあ、こうした方針にとって厳格に、えー、査定を行ったところであります。いずれにしても、こうしたことも含めて、ですねあの丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております岩渕友君。はい あの物価が高騰をして、まあ、暮らしや営業に本当に深刻な打撃になっているわけですよね、でこれ命と暮らしに関わる重要なインフラである電気料金の値上げというのはさらなる打撃になるわけですよ、でしかも、党委員会でこれ質問してきましたけれども、この間、大手電力によるカルテルや不正閲覧などの実態が相次いで明らかになっているとで、国民の理解到底得られませんよ。で電気料金のの値上げの校長会では 稼働していない原発にかかる費用まで払うのおかしいじゃないか、こういう厳しい意見まで出されてるわけですよね、これ、契約を見直すとともに、電気料金の値上げは許されないということを述べて、質問を終わります。